ハサミが落ちてる。なんでこんな髪の毛だらけのとこに。もう誰も使ってなさそうだし。髪切ったの誰か。怖すぎるんだけど。髪の毛の中に埋もれていたハサミ。金属管、アルミ製、コーヒーグラウンドと書かれている。気の臭すぎるよ。あ、入れた。すごい。ラウンジみたいなとこかな。電話帳みたい。街の空の写真、建物の写真。ん？頭がテレビの人だ。工場の写真。やあ、こんばんは。お前救世主か？うん。いいスカーフしてるな。ありがとう。ママが作ってくれたんだ。綺麗な刺繍だと伝えておいてくれ。わかった。またママに会えたらね。この人もいいマフラーというか、スカーフしてる。それだけなのか？なんか重要そうな人に見えたけど。柵の写真。鉱山の写真。塔の写真。太陽の光がすごくて他に何が映ってるかあまりよくわからない。ただのゴミ箱。このドア、留め金を外せそう。すごく広いね、避難所。ん？さっき来た道なのかな。なるほど。ここに繋がってたんだ。流し台。流し台。冷蔵庫。冷蔵庫いっぱいだね。この避難所の、なんでここ赤いの？全員の食事を。冷蔵庫に磁石がついてる。役に立つかも。勝手に持っていても誰も気にしないよね。磁石。カラフルな磁石の詰め合わせ。冷蔵庫。金属管に磁石つくんじゃない？アルミにくっつかない。あ、そっか。アルミだからか。ここコーヒーを作る機械。すごく温かい。コーヒー缶にコーヒー入れれる？あ、使えないですか。じゃあこっちに。お、何してるのこれ。この木には葉っぱがついてる。そうとも最近じゃ本物の軍用にはめったにお目にかかれん。そのような木は野生ではもうほとんど見られんだろう。仮に見かけたとしても、その大多数は私のようなものが郷愁に浸るために人工的に育てたものだ。それは蛍光樹である。峡谷で見たのと同じやつだ。いつも不思議だったんだけど、葉っぱはどこにあるの？まさか枯れてるわけじゃないよね。これ、あ、この人、頭が植木鉢だ。これっぽっちも枯れてはおらん。この木は木質組織で構成されているが、解剖学的には草に近いのだよ。つまり、枝が葉っぱってこと？そんなところだ。この木の非常に興味深い点は、生成できる蛍光樹液の量なのだ。蛍光って光るものだよね。蛍光体は光エネルギーを蓄積し、時間の経過とともにゆっくりと放出する。この世界の蛍光体の多くは、太陽がなくなる以前からのエネルギーをまだ残しているのだ。だが、それを補充するための太陽がなくなった今は、もう消耗していく一方ってことかな。他の話題に移ろう。小麦だ。どうして植木鉢に入ってるの？ふむ、美しく見えるだろう。確かに。ミーは村の小麦畑。前まで住んでたとこなんだけど、その真ん中に立つのが好き。何キロも広がってるんだよ。ほう、それは見てみたかったな。この世界では小麦は通常だと小さな区画でしか栽培されておらんのだ。
あるいは植木鉢か。耕せるところがあまりないんだね。ジョウロだ。水が半分入ってる。刈り取られた植物でいっぱいだ。流し台だ。ジョウロ。好きなの。名前ばかりのだかな。サボテン、サボテン、サボテン。小麦だ。その黄金色なんとも素晴らしいだろう。すごい、めちゃめちゃテキストが。ピンクの花。黒いクローバーか。おそらくそれが峡谷の外で生存できるほどの耐寒性を先天的に得た、備えた唯一の植物である。個人的にどう思うか、見てて本当につまらん。だがこれをこよなく愛している客が一人おるのだ。ここで育てている黒いクローバーは全てその客のようなためのようなものだ。そういえば彼を長いこと見ておらんな。この日記書いた人かな？同じマークの、クローバーのマークの。いつになったら受け取りに来るのだろうか。クローバー男、大したやつだ彼は。作家で、しかも大物か何かだそうだぞ。少なくとも自分の仕事にはかなり情熱を抱いている。めちゃめちゃ喋るな、この人。あまりよく知らないが、ニュースで彼に関する記事を見かけることがある。また会うことがあれば、ぜひともお話をしたい。ちょっとキラキラしてる。絶対に触らないように。太陽の代わりとしては不自由。まあ、満を持してこの人に、話しかけるか。で、持ち手がフクロウみたい。そういうことね。どういうことなの？こんばんは。植物がたくさんあるね。あるとも、すべて自分で育てたのだ。何でも聞いてくれ。この世界の植物の多くは峡谷に生息している。あそこは浸水問題があるが、それでも他の地域よりは良好な状態なのだ。不毛の地は、まあ不毛の地だな。ところで避難所の町は植物を育てるどころの話ではない。歩ける地面を確保するのでやっとだ。今以上の規模ではな。歩けるところを確保する。それは空高いところだからってこと？それとも地面なんだろう、その地下では何かそういう恐ろしい地面が広がっているの。よし、じゃあここは見て回ったので結構なボリュームでしたがね。他に行ってないところは、結構すっ飛ばしてここまで来ちゃったからね。あ、立ち入り禁止。はい。もうはい。聖なるここ、あ、持ってるかもしれない。間違った。よいしょ。メイズが残していったもん。これ違う？もう一度説明して。種装備してなかった。あ、じゃあトウモロコシの黒粒点、黒竜かな。なんて読むんだ。これ持ってるよ。峡谷の植物のお姉さんが残していったんだ。それは間違いなく黒粒だ。それなら彼女を再生するのはお前の義務だ。やるべきことは分かっているの？え、どういうこと？ここを通って庭に行くことを許可する。彼女？メイズみたいな人がこの先にいるの？あれ、これは電球の形をしているな。彼女というのはどこにいるんだろう。よいしょ。電球にして、あれ、電球にして、はい、ここに種か。でもこの土に、この鉢には土が入ってないよ。なるほど。
チがいるんだったら、あの植物おじさんのところに行ってみたら。これを、よいしょ。ちょっとだけ待ってね。はい、お待たせしました。あ、一瞬で行けたりする？よいしょ。あ、今は利用できないみたいだった。よし、土持ってそうな人。お庭屋さんなんだよね。あの、土を持ってたりしないかな？植物を育てるための。あるとも必要なのか？うん。植物のお姉さんが残していた種を植えなきゃいけなくて。でも庭にある鉢には土が入ってなかったんだ。なるほど。君の言っている人物のことは私も知っているとも。お、メイズを知ってるの？ほら、袋ごと持っていくといい。ありがたーい。ありがたー。土。めっちゃいい人だった。よし、じゃあ、この土を持って、中庭に行ってみよう。話が長いだけの人じゃなかった。めっちゃいい人だった。よいしょ。トラベルで、庭に来て、よいしょ。土を選んで、はい。ルコ、土を入れる前に先に種を、そういうもんなの？はい。ここに種を入れるね。この鉢、土が入ってないよ。種って本当にこれで育つのかな？土がね、あるわけだよ。小さな種さん、これで育てばいいけど。でも水が必要なんじゃない？種は土の中に埋まってるよ。でもちょっと土が乾燥してるみたい。あ、水の缶。ナイスアイデア、ルコ。水があれば種も早く育つね。これで土はいい感じに湿ったけど、乾燥しちゃったらどうしよう。この入れ物にはもう水があんまりない。念のためにこの入れ物は取っておくね。え、どういうこと？土と水をあげたよ。でもこれだけでいいのかな？え、肥料かな？え、おじさんに聞きに行く？カフェ。カフェ？肥料とか余ってませんか？全く受けなかった。ホットコーヒーを丸ごと飲んでそのまま出ていっちゃう。メンテナンス業者。何か欲しいもの。お腹が空いたら、なんかカフェ系の人、いい人多い。すごいなんか肥料に関するものが何か得られるかと思って薪で話しちゃって。アパートか。あんまり話聞けなかったけど、よく来る人のことを、こう、思い出してるというか案じているのかな。さて、もう空の缶を、これが、今までなかった新しいアイテムだから、これ見せたら肥料、その種の幸運を祈っているぞ。
水補給した。よし、ここで使える？ここでは使えない。これでどうにかなるかな。よいしょ。私的肥料だと思ったんだけどな。次はただのゴミ箱、生ゴミとかどっかで取ってくるのかなと思ったけど。はい、どうだ。よいしょ、土と水をあげたよ。でもこれだけでいい。お水またちょっと違うってこと。地上行ってからかな。ちょっと置いとこう、これは。あとはエレベーターのボタンだよね。ボタン作れそうかな。作るのボタン、音出て、むしり取られたのなら、どうして中にちぎれた線とかが残ってないんだろう。まあ俺は技術者じゃないが、何らかの磁気技術によって動いてるということくらいはわかる。磁石？あの人が磁石をどうのって言ってたけど、磁石をパネルにはめ込む方法が思いつかないよ。パネル、金属の缶。なんかこうスポットボタンの代わりみたいにハサミでな、あ、これでボタンが作れるかも。そういう感じ。缶を切り抜いて長方形に折りたたんで、工作みたいだね。こんなに単純なわけないよね。どうやってエレベーターに接続したらいいんだろう。とりあえずやってみよう。ボタン？コーヒー缶から作られたシンプルなボタン。あ、グランドって書いてたのがヒントだったのかな。磁石を中に折り込んだらどうかな。どうにかくっついてる。これでいいのかな。磁気が緩く付着したボタン。これでなんとか。よし、うまくいくといいね。ボタンはぴったりはまったよ。で、電源の入る音が聞こえる。こんなので動くなんてちょっとびっくりすぎる。大丈夫か。ボタンがバラバラになった。まあよく頑張ったよ。仕方ない。あれ、よくやった。その位置が大事。よくやった。まあ試してみる価値はあったよ。エレベーターを修理しよう。これじゃダメだ。よくやったをさ、庭に持って行ってみない？あ、待って、後ろに行けるようにはエレベーターを修理。よくやった。あー、ダメだー、困ったなー。どっか行ける。エレベーターデッキってさ、ここだよね。こっちって行ったっけ。どうしようね。
不公平だよ。あ、初めて来た。小さな木。こんにちは。まあ今となっては時間なんてほとんど意味がないけれど、太陽が消えた今、夜は終わりを告げようとしない。じゃあどうしてわかるの？時間のこと。私にしかできない方法。あなたの時間はとても貴重。どうか大切になさい。うん。言ってないとこがあったんだな。ここ怖い。コンピューターだ。もうじきこれが必要になる。このフィルムを虚空にさらしたまえ。またフィルムを戻せば答えが明らかになる。コンピューターから変な透明のシートが出てきた。未だにわからないか？だろうな。ヒント？我々の世界と君の世界を結びつける4つの壁の向こうに虚空がある。君の視界の端、何もかも見えなくなる場所だ。え、4つの壁、Windows のこと？我々の世界と君の世界を結びつける4つの壁の向こう、虚空がある。Windows ボタン？フィルムを虚空に通しまた戻す。変なフィルム。数字でいっぱいの透明なシート。なんか今このワンショットのゲームを動かしてみたんですけど、ウィンドウちょっとなんかそのワンショットのウィンドウが小さいから OBS で表示してる画面で見ようと思って、私 OBS にワンショットのゲームの画面を重ねてるので、ちょっと移動したら、移動して画面外に見切れた部分が遠のいていって、コードが出てきました。遠のいて、なんだろう、色が変わって、え、どういうことだったんだろう。この解き方で合ってるのかわかんないけど、変なフィルムは63014。どこかで使うのかな、63014。まあ、いつでも見れるから。ん？なんだこれは。鉄の大きな塊が壁に埋め込まれてる。多分ドアか金庫みたいなものだと思う。真ん中に小さな画面があるよ。変なフィルム。あ、変なフィルム使うと画面いっぱいになっちゃう。え、ちょっと恐ろしいところだね。BGM 変わった。わあ、実は大きな町に来るのは初めてなんだ。すっごい明かり、すっごい人の数。この世界にいる人のほとんどがここに住んでるのかな。すごいね。まあ文明的な世界だと思ったけど、ミーの村とは全然違うね。あの村はとても小さくて大きな平原に囲まれてるんだ。この前ミーの夢の中でチラッと見えたでしょ？村で一番高い建物でもたったの2階建てだよ。まあ、田舎というか、のんびりした村で暮らしてたんだね、ニコは。ルコはどうなの？どんなところに住んでるの？え、その他。町、村、町というほど大きくないけど、村というほど閑散としてない。
町でも村でもないところ？船とか？船じゃないね。でもこんな町に住むなんて想像できる？には無理。ちょっと怖い。でも素敵なところだよね。その気持ちはわからなくもないが、こっちにちょっとニコの話が聞きたくてどんどんこっちに来てしまっているけど、正規ルートなのか、あれこれループしてる？このまままっすぐ行ったらどこかに着いたのかもしれないけど、行ってないところがたくさんあるから、よいしょ、ちょっと探索をしてから。これここに着くんだったらこの右側はどうなんだろう。遠い感じか。ちょっと後回しにしようか。ここよいしょ。直近で必要なものはエレベーターを直す道具と種を発芽させるものだね。こっち側行ってみよう。盗難防止のためにボルト締めをしている。自由に使ってくれて構わない。ホッチキスだ。テーブルに固定されている。テープ台だ。テーブルに固定されている。コンピューターか何かかな。私は電力室の整備士です。問題が発生しましたか？実は地表に行くエレベーターが壊れてるみたい。ボタンが一つなくなってて、それで点検してくれないかな。この部屋から出るようにプログラムされていません。そっか、じゃあ気にしないで。テープとホッチキス、動かないってことはここで何かを使うのかな。よくやった。あ、テープでくっつけることができるかも。最初からこうすればよかった。テープが貼られた。え、そう、テープでなんとかなるもんなのか。テープが貼られたボタン。ホッチキスを他に使いそうなものはなんかなさそうな気がするけど、どうだろう。じゃあこれでエレベーターデッキに行ってみよう。コードがね、何だったのか。はい。え、四角が出てきた。え、ダメだったの？エレベーターを再起動中。続行するには石、あ、はい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 。え、こんなことは初めてだ。四角形のこと？え、見たでしょ？ドアのとこに出てきて、それで。ああ、いや、あの四角形はいつものことだよ。俺が言ってるのはセキュリティコードのことさ。でも考えてみれば、エレベーターがこんな風に壊れたのは初めてだしな。コードを探しに行った方が。実はね、あるんですね、それがね。あ、間違った。よいしょ。あるんですね。63014。63014。ほい。開いた。嘘だろ？うまくいった。何をしたのかは知らないが、とにかく動いたぞ。よくやったな。君は天才だよ。まあ、ルコに手伝ってもらったから。あ、そうか、救世主だもんな。さて、準備はいいかい？先に入って待ってるよ。この人なんていう人なんだろう。あ、開けておいてくれてありがとう。いいよ、飲んな。
このなんだろう、なんでもないちょっとしたやりとりがすごくいい。なんだろうこの乙女ゲームみたいな BGM。 結構時間かかるな。うん、なんてこった。エレベーターの中で救世主や本物の神様と一緒だなんて気まずすぎる。あ、暇つぶしにおしゃべりする？聞こえてたのか？ああ、いや、いいぞ。よし、ルコ、何を聞こうかな。彼の仕事について。直球。すごい、デリケートな質問。仕事は何をしてるの？すごく忙しそうだから。俺は大体は電灯を修理してる。でも今、高エネルギー蛍光体が必要な建物にそれを補充しに届けに行ったりしてる。高エネルギー？ほら、超濃縮された光るやつだよ。工場で加工してあげなきゃいけないが、町の大部分の動力源になってる。おお、前までは配達ロボットがそれを担当してたんだけど、最近はみんな故障しちゃってるだろ？だから修理が終わるまではその分たくさん仕事しなきゃいけないんだ。ずいぶん長いこと寝てないな。え、この人そんなエリートっていうか、すごいポストのある人というか、責任のある人だったんだね。修理はいつ終わるの？さあな、研究所にいる科学者次第だ。でも最近は何かに相当気を揉んでるみたいなんだ。そうなの？頭のいい連中までそうなっちまうのは良くない兆候だな。よし、ルコ、何を聞こうかな。この町について。この町はすごく大きいね。見かけより小さいさ。近頃人も増えてきたし、最初の方は不毛の地から避難者が来てたが、今じゃ峡谷の連中も引っ越してきてる。そうなの？ここの方が安全なんだ。まあ安息の地なんかじゃ決してないけどな。でもあれだね、最初は避難してきた人がここに移り住んで、それで終わりじゃなくて、そこにこんな、なんだろう、発展した文明を築いたなんて、ストーリーとロマンがあるね。さっき見た四角形のやつあるだろ？ここでは他のどこよりも多く発生するらしい。そうなの。人の多さに応じてみたいな感じだったり。確かに。幸い町のインフラ整備にしか影響がないみたいだけど。あ、だからエレベーターが壊れてた。大地そのものはまだ持ちこたえてる。よかったよ。だってここには大地がもともとあんまりないからさ。それってどういう意味なんだろう。よし、ルコ、何を聞こうかな。図書館について。図書館のことを教えてくれる？そこに行かなきゃダメなんだ。あ、俺がいつも配達してるとこだな。あの読書棟はなかなか位置が大変なんだ。でも頭のいい人たちに囲まれて、いつも場違いな気分になる。まあ、君は結構賢そうだから問題なく溶け込めるさ。君とルコは。この人もなかなか、高度なことしてるけどね。技術者？なんだろう、エンジニアみたいな。ともかく君に会えてよかったよ。ニコだよ。そうだった。また会おうな。やべ、じゃあな。時間が何かだったのかな。急いでるみたい。ミーたちも急いだ方が良さそうだね、ルコ。みんなが頼りにしてるから。図書館を探しに行こう。街の地面に来たけど、土地が、大地があんまりないっていうのは、コンクリートジャングルだからってことなのかな。ビープー。うん、人だ。はあ、大丈夫？おう、救世主様か。これは啓示かもしれないな。教えてくれないか？君は太陽で世界が救えると思うか？正直わからないや。いろんな話でぐちゃぐちゃになってて。そうだろうね。だが君自身はどう思う？ミーは、ルコの言うことを聞くべきだと思う。だってルコのおかげでここまで来れたんだもん。ではその信念を君の答えとして受け取っておこう。どういう意味？君次第でどのような意味にでもなる。
キャラクターのセリフが意味深なのが多い。もし、じゃあ、このエリアに入って、ちょっと進めてしまったので、キリはあまり良くないのかもしれませんが、一応エレベーターで地上に来たということで、続きは次回からに、次回というか、もうここまでで多分、パートいくつかだと思うんですけど、ここからは次の収録に回そうと思います。ということで、毎週、動画投稿になりますが、ワンショット見てくださってどうもありがとうございます。あと、どれくらいあるのかな？結構もう、半分以上は来たとは思いますが、まだまだワンショット楽しみにしていてくださると嬉しいです。それでは、来てくださった方どうもありがとうございました。お疲れ様でした。それじゃあまたねー。バイバーイ。